カオスイビルデッタ。はい、どうも、あの日の少年です。今回やっていきますゲームはですね、カオスイービルデッドっていうゲームなんですけど、まあね、これ前作が1ヶ月前ぐらいに僕実況したんですけど、どうやら続編が出たらしいので、やってみたいと思います。ニューゲーム。まあ前作はね、なんか、本当に簡単に言うと、女子高生が、なんか、島で起きたバイオハザードに巻き込まれるってお話だったんだけど、そっからの続編になるんだよね、きっと。始まった。2000X 年10月22日、国内はアビスウイルスと呼称される死のウイルスが蔓延し、未曾有の生物災害に侵されていた。都市は燃え盛り、無数の死者がうくして聖者を襲い喰らいかかる。そんな地獄へと変貌していた。なるほど。まあまあ、この世界が惨劇になってからってか感じか。その背景には、アビスウイルスに感染し、奥に一つの可能性で、アビスウイルスに適合した得意な性質を持つ一人の少女、ホオズキ・ビャクヤが色濃く関わっていた。この子が一応前作の主人公の JK、女子高生だね。国内が死のウイルスに侵される数週間前、ホオズキ・ビャクヤの住む離島がアビスウイルスに侵され、ホオズキ・ビャクヤはその騒ぎの真実を知った。ホオズキ・ビャクヤは政府が死のウイルスが島外に広まらないよう間もなくアビスウイルスごと島を蒸発させる。そして仮にこの地獄から逃げ延びたとしても生き残るのは難しいと知らされ、自分とたった一人の友人の命、その保証と引き換えに島へ視察に訪れていた政府用人である柳井の孫を保護すると約束した。しかし、ホオズキ・ビャクヤが無事に柳井の孫を保護したにもかかわらず、その約束は最悪の形で裏切られたってことなんですよ。まあまあ、なんか、本当は親友も生きてたんだけど、まあなんか、ホオズキ・ビャクヤが、この柳井っていうね、偉い人の孫を、まあちょっと、守る代わりに、なんか友人の命は保証するみたいな感じだったんだけど、まあ友人はゾンビ化してしまったという感じかな。ホオズキ・ビャクヤは元々の強靭な精神性とアビスウイルスに適合した副作用である超人的な身体能力を使い、まずは柳井に復讐を果たした後、軍用ヘリで故郷の島を脱出中、今回の件に関わった全ての者たちの情報を電波に乗せて公開しなければ、ウイルスを国中にばらまく、そう、残りの復讐を果たすために総理を脅した、そう、最後はね、もう VS 国家になったんだよね。国家政府みたいな。ホオズキ・ビャクヤは無事に故郷の島を脱出し、そして、この国に地獄が、なんかした。まあ、結局のところ、その、ウイルス、アビスウイルスが、再生しよう、とりあえず。よくわからないけど。まあ、その、アビスウイルスを、まあなんか、アビスウイルスに恨みしか持ってない主人公は、まあ、島で起きたバイオハザードを、まあ、国で起こそう、みたいな感じになっちゃうんだよね、考えは。それで終わったんじゃなかったかな。ってことで、始まりましたね。カオス・イービル・デッド。今回の作品は一体、どのような恐怖が待ち、おー、どのような恐怖が待ち受けているのか、見物だな。ただ一つ言えることは、俺は無双する。このゾンビの世界で俺は無双しまくるぜ。2000X 年10月25日、PM10 時25分、特殊部隊、簡易基地内部。ん？あれ？これ主人公じゃない？主人公捕まったのか、ひょっとして。捕まったな、これ、多分。5日ほど前、2000X年10月20日、AM11 時25分、特殊部隊、簡易基地内部。はいはい。あ、それで、ホオズキ・ビャクヤの経歴や情報の詳細はちゃんと集まったのかしら。こいつの顔よーく覚えてください。一応ね、前作を見ていた方ならわかると思うんですけど、こいつが一応黒幕的な立ち位置にいる女なんだよね。確かね。は、こちらが資料となります。また、アビスウイルス研究所での黒塚様とのやりとりも音声データですが回収できました。この黒塚ってやつはまあ前作で、まあ、そのアビスウイルスをまあばらまいた張本人みたいな感じかな。でもこの黒塚を操ってたのがこの女なのよ。複雑でしょ？拝見しましょう。遅い仕事ね。これでもし雑な内容だったのなら潰してやろうかしら。腹黒女なんですよ。嫌いじゃないけどね。顔可愛ければ腹黒でも何でもいい。
なるほど。幼少期から異常に攻撃性が強かったよね。これは多分ホオズキ白夜のことかな。自分に向けられただけの敵意は無視しているけれど、その敵意が実行された場合は例外なくそれ以上の報復を持って叩き潰している。それとホオズキ白夜の行動には一貫して奇妙な芯が通っているように見える。分析してる。おそらくだけど、ホオズキ白夜は自分の中に明確で強固なルールがあるタイプね。確かにちょっと頑固っていうか、なんか、うん、そうだね。他人の考えには左右されないみたいな感じだったもんね、主人公。白夜は。他人が決めたルールに対しては納得がいかなければ平気で踏みにじる。だけど、その反面、自分が決めたルールは死んでも遵守する。そんなタイプ。面白い女。ホオズキ白夜のルール、その根幹は、この資料から読み解くに、嘘をつかない、かしらね。嘘をつかない。俺とは正反対。俺は嘘だけで生きた人間だからな。嘘で塗り固められた人間と嘘をつかない人間、皆さんはどっちが好きですか？それならくとても使える情報がある。絶対嘘つかない人間だろうな。これからの方針が決まったわ。予定通りホオズキ白夜を確保します。アビスビルスに適合した彼女の身柄にはこの上ない価値がある。しかしアビスビルスが蔓延し、大量の死者が襲いかかってくる街中から、それも手がかりがないとなると見つけるには手が足りません。問題ないわ。ホオズキ白夜は自分で行動の指針を言っているでしょ。黒塚瑞希に接触するとね。ん？黒塚瑞希って誰だ？難病で死の淵にいる娘を助けるためアビスウィルスを医療応用する。あー、はい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 。その前作の、まあ、黒塚っていう、まあアビスウィルスを蔓延させた張本人の確か娘だったかな。このアビスウィルスを開発した経緯もね、この娘を助けるためだったじゃないかな、確か。それだけの目的に研究を進めようと、一つの島をアビスウィルスの実験場として使い捨てた。黒塚明人、めっちゃ説明してくれるやん。めっちゃ前作の説明してくれてる、この女。心の中で、ありがとう。そんな父親の修行を、まだ幼く、何も知らない、死の淵にいる娘に悪意を持って伝える。ね。なんだろう、こいつ。前作や、プレイしてたのかな、俺と一緒に。ひょっとして。なんか、すべてを知ってるように語ってるんだけど。それだけ冷徹で攻撃的な思考回路なら、やっぱり、アビスウィルスを国中にばらまいたのは、アビスウィルスに関わった黒幕たちの情報を電波に乗せて公開する。ソリがこの取引を蹴ったのもあるけれど、それと同時に政府からの資格の手が自分に伸びないよう、政府の余力をなくさせるという目論みもあったのでしょうね。報復党自身の安全のためだけに、狡猾な手段を持って躊躇なく国に滅びをもたらしたかと思えば、黒塚瑞希に対しては、損得感情を無視した融通の効かない愚かな頑固さも合わせ持つ。ホオズキ白夜、くす、面白い女。頭のネジが吹っ飛んだような思い切りと、悪手には執念を持っているわね。まさか、黒塚瑞希に父親の真相を伝える、あのやりとりを本気にしているのですか？ホオズキ白夜は嘘を口にしないわ。私の分析がそう言っている。わかりました。対象が病院に現れたところを確保するのですね。ホオズキ白夜の戦闘能力は脅威よ。バカね。まず、ホオズキ白夜はアビスウィルスに適合している。それはつまり、身体能力が人間離れしてるということよ。それを差し引いたとしても、あの島を無事に生きて脱出したことから、その精神面も群を抜いているわね。だから、まともにやり合うのは不利よ。事実、あの島で特殊部隊員が正体ごとホオズキ白夜に殺されているでしょう。生け捕りならさらに難易度が上がるわ。こんなことすら判断できないのかしら。裏を書こうにも、ホオズキ白夜は嘘に対する嗅覚が鋭い。意図的に騙すのは難しい。めっちゃ長いね、こいつ話。めちゃめちゃ長いんですけど、この人。ではどうすると、簡潔に言っても。言ったでしょ？ホオズキ白夜は黒塚瑞希に接触する。だったら、ホオズキ白夜が接触するより先、私たちで黒塚瑞希を確保してしまえばいいの。なるほどね。じゃあ、なんか今からその子がいるところに行くのかな。それで、とても有利にことを運べるわ。少しは自分で頭を使えばいいのに、首の上に乗っている、それはカボチャか何かの飾りなのかしら。知らねえ、お前の軍隊だろ、それ。それではすぐに準備を。ことは一刻を争うわ。今はまだ、黒塚瑞希に死なれては困るもの。私が甘んじて、確保に出ます。あなたたちは残りの部隊員が戻り次第、最上病院を中距離から包囲監視しなさい。そこで、ホオズキ白夜の動向を探りつつ異変があれば報告。私の合図を待つように。くれぐれも、ホオズキ白夜に悟られるようなヘマだけはしないようにね。は、了解しました。よろしい、それでは私は、やっと出るよ、こいつ。ま、それでもこなすらめでたし、これくらいやってもらわないとね。それでも、もし失敗したら、くす、どうしてやろうかしら。こいつ、心の声と同時に喋ってるから、めっちゃ話長く感じるんだよな。いや、長く感じるんじゃない。長いんだ。ま、すごい惨劇だね。ゾンビいっぱいいるわ。また無双するのか、俺は。無双しなければならない。さて、ようやく最上病院に着いたわね。
黒塚美月は特別診療患者で VIP 扱いだからまだ生きている公算が高い。あ、入院してんのか。じゃあ病院か、今回の舞台。この状況は想定より少し悪い。ホオズキベケアも黒塚美月が長くないと分かっているから接触を急ぐでしょうし、さっさと回収しましょうか。はい、回収。あ、待って、この子なんだ使うの。前作主人公じゃないの。敵側じゃん使うの。マジかよ。どうやって操作するんだっけ。少々お待ちを。まあ、ナイフの方がいいよな、多分。弾の節約の、動き遅くね。ちょっと、しばしお待ちを。よしよしよし。これで動きが速くなった。よし、行きましょうか、じゃあ、早速。おお、ドキドキするドアの開け方。さ、早速。もう、ここら辺ゾンビいんのかな。お、操作マニュアル。あー、操作は大丈夫。なんか、思い出せる気がするから。さあ、セーブしましょう。さてと、まずは、まあ、探索していこうか。あ、いるね、早速。見てください。俺の味噌を。おい、倒した。なかなかに手強い相手だった。ん ?8F フロアの入り口だ。ワイヤーで強引に封鎖されてる。なるほど。黒塚美月はこの階にいるはず。これ以上感染が広まる前に早く確保しないと。もしも、もし、もう死んでいたらその時は嘘をつかずに、ホオズキベケアははめる必要があるわね。ま、使える材料にはなりそうだし、死体くらいは回収しておこうかしら。めっちゃ考えてんな、こいついろいろ。とりあえず、ここのワイヤーを何か切れるものがあったらいいんだけど、その持っているナイフでなんとかなりませんかね。ならなそうですね。進んでいこうか、じゃあ。早速。まあ、ここから見ていくか。はいはい、まあ、ゾンビいるね。ゾンビはね、残しとくとね、後々厄介になりそうだから、やります。おいっす。ってことで全員騙しました。まあ、このね、ゾンビを倒す快感はね、何者にも変え難いやね、やっぱり。このゲームの醍醐味、ゾンビを倒すことは。はい。まず洗濯機見ていきましょうか。乾燥機の奥に何か入ってる。乾燥機でした。704号室の鍵。早速鍵。鍵ね。めい倒しました。まあ、ここら辺は鍵ぐらいかな。先に上から見ていくか。上のトイレ。トイレはね、いろいろ役に立ちそうなものありそうだよね。5000。いいね。あれでもこのゲームってさ、お金の概念あんま関係ないんじゃなかったっけ。お金があったとしても、それは飾りにしかならないシステムじゃなかった。なんか俺の記憶が正しければそうなんだけど。なんでトイレ、おい、トイレなんもなさそうだぞ、これ。おい、トイレなんもねえじゃねえか。あ、セーブ場ある。来たー。一応ここでセーブしとくか。とりあえずのね。ここら辺、なんかない？こういうところにさ、意外となんかあったりするからね。おーらねえ、あったでしょ？診察室 B の鍵。じゃあ、ここ行きましょうか。ゾンビいっぱいいる。よし、倒した。よしよし。ここになんかあんだよね。なんか防弾チョッキみたいなね、これ。おー、弾ね。弾意外と大事だからね。やっぱボス戦とかは結構、銃が必須になってきたりするから。まあ、ナイフだけじゃどうしても倒せないってやつにはもう銃で応戦するって。銃持ってるよな、これ。そもそもなんだけど。あ、持ってるね。AK 型突撃銃とショットガンがあるのか。どっちが強いんだろう。まあ、とりあえず今はナイフでいっか。ちょっとね、遅い敵が、まあ、なんか、普通に接近戦で勝てる相手がいる限り俺はナイフを使い続ける。ここから下に降りられそうね。少し方法を考えてみましょうか。なるほど。はしご的な何かも必要になったりするのかな。さて、下降りてきますよ。あー、またゾンビ。メイ！はい、ってことで。ゾンビも倒しました。5000あるから自販機でちょっと飲み物買いて、喉乾かしをなんとかしたいんだけど。俺、5万8000円もなんのに、なんでジュース買えないの？ふざけんなよ、マジで。はい、701号室のようだ。どうやら施錠されてるみたいだ。また施錠だよ。施錠すんなって、あれほど言ったのにさ、なんで施錠するかな？人間は皆、愚かだ。みんなオープンにすれば平和な世の中が待ってるはずなのに。疑心暗鬼になって鍵をかける。それが人間の愚かさだ。ちなみに俺も鍵をかける。ここのゾンビ絶対生きてるよな。これは突撃銃使うか。突撃銃使って、やっぱ生きてると思った。よし、倒した。あめえぜ。
さあ見ていこうか。あ、ここになんかない？外来食堂売店の鍵。なんじゃそりゃ。ここは？ 7F ナースステーションのようだ。また、ナースステーションぐらい開けとき。緊急の患者さんとかどうすんだよ。あ、外来食堂売店の鍵。ほう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 。結構いないゾンビ。えい！パワー！よし、倒した。何もないってこと。鍵穴が壊されているようだ。酸性の強い薬品でも流し込めば。なるほどね。酸性ってことは何か薬品的なものが必要ってことか。小型の消火器。使えそうだけど荷物になるわね。必要になったら取りに行きましょう。必要になるときあるか。まだまだだな。ちょっと待って。戻ってきたかな？あ、戻ってきたね。一応全部見て回って、ここはもう酸性のやばい部屋と、消火器があったことぐらいか。お！あの消火器が使えそうね。なるほどね。あそこで使えそうね。よしよしよし、小型消火器を手に入れて、向かいまして、これで使えるのかな？よし、試してみましょうか。よし、小型消火器を吹きかけた。ちょっと待って、こいつ名前わかんないの？さて、先を急ぎましょうか。あ、こいつ名前わかんないんだ。マジかよ。ちょっと待って、これさ、この先、あ、この先はいけないっぽいな。ってことは、こっちの探索で全部わかるか。とりあえず見ていきますか。手術室のようだ。どうやら施錠されているみたい。なるほど。手術室か。よーし。余裕だぜ。おっと。あ、ちょっと早いな、こいつ。こいつ早いな。こいつはちょっと突撃銃使っちゃおうかな。ほら。よし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 。舐めるんじゃねえぜ。ここら辺、上から見てこう。また来たよ。これどうする？速攻！速攻！速攻！オッケー。こいつはナイフでいけるな。ちょっと待って、体力大丈夫かな？体力やばいじゃん。ちょっと、あれ、回復薬とかない？競争薬、生命力を30回復する。あ、これ、使えんな。あ、毒もあんのか。毒を当ててくる相手もいるってことだよね、これ。ちょっと待って、とりあえずさ、競争薬使おう。うん。競争薬使って、よし、そうした。余裕だぜ。15発手に入れた。よしよし、弾も。ちょっとショットガンの弾拾ってないから、ショットガン使わないようにしよう。なんか、あの、AK のなんか小型銃みたいの。おう、なんか早いやつには使っていこう。よしよし。トイレの探索は完了。エレベーターは止まってる。こっちは？ああ、セーブか。俺、ありがてえ、ありがてえ。セーブほどありがてえもんはね。こっちは？特にはないか。ここは？放射線治療室のようだ。電子ロックされており、解除するには医師の職員証が必要なのよと。なるほどね。ま、医師の、なんか死んだ医師の死体から鍵とか拾ったりするかもしれないね。よーし。余裕っす。院長室のようだ。どうやら施錠されて、また施錠かい。施錠多いな。CT 室、施錠。施錠、施錠、施錠。3連で施錠受けたわ。施錠報告。こっちは？こっちもゾンビはいるね。よーし、倒しい。この資料は読めない。これは？特に調べられないか。カードキー院長室。あ、院長室はあれ、開けれるんじゃないか？早速開けてみようか、院長室。院長室ってどこだっけ？ここ CT か。ここか、院長。よし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 。院長室です。お！ 1 万円手に入れたよ！使わないのに拾っちまった。いらないのにね。おっと、なんだ？やっ！よし、倒した。こいつ入ってたここなんかあるでしょ。手術室。2連でいけるぜ。手術室もどっかにあったよな。俺どっかで文字見たぞ。手術室っていう文字。どこで見たっけ？とりあえず、一周するまで軽く探索したいよな。めっちゃおる。よし、行った。倒した。ちょっとここで競争薬を無駄に使っちまった。701号室。よしよし。701号室ってあれだな。上の階の鍵だな、多分。ここは？お、診療室 B の鍵。B 拾って、あ、いるね。どうした？余裕だぜ。ここになんかあんだよな。7F ステーションの鍵。よしよしよし、ステーションの鍵も拾って。ここもう一個ぐらいはない？お、競争薬。生きたー！回復薬だ。
ちょっとさっき無駄に使っちゃったからな。ありがてえわ、そういうの。よし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 。こんなもんか。ちょっと待って。確認させて。701号室と 7F ステーションと手術室。結構鍵を手に入れたな。手術室ってこっちだったっけ？よしよしよし、いたいたいた。ハエの女。ハエの女。ハエの女。こいつどっかでハメ殺しできねえか。あ、待って！行って行って行って！うわ、毒もかかった。最悪だ。ちょっと待って、最悪だ。ウイルス剤使って。ちょっと待って、強制薬も使っちゃおう。で、武器も、突撃銃使うわ。いや、ここ、狙いずれー。こいつ絶対、くっそ。やるしかねえ。あー倒した。よし、倒した。よし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 。ここは絶対なんかあるでしょ、重要な何か。なきゃおかしいもんね。調べろ、全力で調べろ。俺の何かがそう言ってる。お、ここになんかあるぞ。お、やった！強制薬くん！さっき使ってから、ありがたい！薬品金庫のようだ。どうやら鍵がかかってるみたい。また薬品金庫かい。なんか前作にもあったんだよな、薬品金庫。開けるのに一苦労か二苦労ぐらいするやつなんだよな。とりあえず上の階で、そのナースステーションの鍵と、拾ったなんかの鍵使っていきましょう。よし、701号室の鍵。そういえば拾ったな。よしよし、ここ絶対なんかあるからね。ちゃんと見てって。ちゃんと見てね、よ。ちゃんと見て。ゾンビはいないから、ゆっくり見られるよ。うん、なんもないね。うわぁ！やっべ！あっべ！びっくりした！これ強いんだよ、こいつ。どうすっか。ショットガンしかねえな。当てろ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 ！よし。今の巨大なゾンビが倒れた拍子にポケットから何かが飛び落ちたようだ。あっぶねえ。マジでビビったな。体力を使ってしまった。強制薬だな。ふいふいふい。何落としたっつってたあいつ。何も落ちてねえぞ。え？なんか落としたっつってなかった？拾ったのかなもう。待って、なんかここに輝きあるの？ 803 号室の鍵。803号室？あ、803なんて、見たっけ部屋。見てないよな。てか、ここで倒したのに、こっちまで飛び落ちたんだ。どういう原理？ナースステーションの鍵も拾ったから、ここも開けてみてこう。いやー、めっちゃおる。めっちゃおるわ。一旦出て、精神統一してから行く。よしよし。いや、マジか、これ。これ、銃で一気に仕留めた方がいいか。ナイフの縛りプレイきついかもしれん。毒もかかっちゃうし。これな、いやでも俺はナイフで行くぜ。諦めない心。それが人間では。一気に仕留めるぜ。余裕だぜ。来い。来い来い来い。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 全員倒した。結局ね、ナイフなんて使ってても意味ないんですよ。変えられない運命は、銃で切り開なければ。めっちゃ噛んだ。切り開かなければ。よし。言えた。言ってる意味はわからんけど。よし。強制薬。よしよしよし。強制薬使っちゃったからな。ここもなんかあるでしょう。薬品金庫だ。よし、薬品金庫の鍵拾って。あ、薬品金庫の鍵使えたね。協賛。わかったぞ。それでさ、なんか、開けれなかった扉を、なんか、この酸で多分溶かすんだと思うんだよね。鍵穴が壊されているようだ。これで溶かせるでしょ、協賛で。鍵穴へ、強酸を流し込んだ。よしよし、開いた。お、敵いない。敵、いないよな。いないことをちゃんと確認。よしよし、ニッパーみたいに拾った。ワイヤーカッター。あ、これで開けれるんじゃない？このワイヤーカッターが今あるからさ、これで開けれるんじゃねえかな。よし、ワイヤーカッターで封鎖を届けといた。来た来た来た。うわ、ここ机いっぱいあんな。なるほど。ゾンビが入ってこられないように誰かがバリケードを作ったのか。プレートには浴室と書かれてる鍵がかけられてるようだ。なるほど。浴室？興味ないね。よし。こっちは？こっちもゾンビ一体だけか。よし！チンも特に、あ、これはあるな、さすがに。弾があって。いや、絶対なんかある。俺の勘がそう言ってる。なんもねえよ、これ。こんな部屋あんのになんもねえや。プレートには806号室と書かれてる。鍵はかけられてる。あ、803号室の鍵あるよね、確か。
黒塚美月はこの部屋にいるはず。まだ生きていればいいんだけど。なるほど。もし死んでたとしても、持ち運ぶ手間を考えると腐敗が進んでないといいな。なんでこいつ死んだ時のことをすげえ考えんの？これだけの手間をかけたのに、歩く死体になっていたりしたら、どうしてやろうかしらね。こいつもこいつすげえ腹黒いんだよ、主人公と。こいつが主人公だったりしない？今回の作品。マジか。前作主人公と敵対するなんてことになったらどうしよう、俺。市場を挟んで殺せないかもしれない。特になんもない。これあるだろ。いや、死体あるで。これ絶対生きてるで。絶対生きてるから、銃使おう。突撃銃！ふっ！あれ？死んでる。食い散らかされた死体だ。死体の手は何かを握ってる。お、蜂蜜、おお、浴室の鍵。なるほど。あ、抗ウイルス剤も手に入れた。浴室の鍵も拾ったね。でも先に803号室の鍵を開けたいな。おっと、なにびっくりした。こいつらじゃん。ワンコロか。ここまで変異が広がっていると少し面倒ね。共食いでもしてとっとと屍に戻ってくれないかしら。あら、畜生の分際でこの私のその汚い牙を向こうというのかしら。それならちょっと、しつけてやる必要がありそうね。はい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 。連打ゲーですよ、こんなの。こんなの。嘘だろ。ほらよ！えいえいえい！よし。殴り殺してやったわ。ショットガンで一発だったね。よしよし。ちゃんとナイフに切り替えて、こっちから見とこうか。早いのいる。早いのいる。なんで早いのいるかな？よしよし。ちょっと、一旦落ち着いて。一旦落ち着いてここにセッティ、そして連打。めっちゃ強いんだけど、なんでこんな強いの。ウイルス剤を投与、そして競争薬も使って、あー気持ちいい。競争薬ってこんなに気持ちいいんだ。よし、ここら辺も、いや、なんかあるな、絶対なんかある。部屋があるってこと。お、この段ボールなんだ。折りたたまれたはしごが入っている。あの部屋で使えそうね。あー、わかった。なんかね、穴が開いてた部屋あったよね。それで使えるのかな、もしかしたら。8F ナースステーション。なるほど。8F ナース、おーっと、大丈夫か？死んでるよな。ちゃんと、普通に死んでるだけか。お、あ、ここか、803号室。OK。なんもなさそうだね。お、大きな金庫だ。解除するには解除コード？マジか、解除コードなんてもんも必要なのか。謎解き要素も含まれていると。ここだよね、浴室の鍵って。よし、使えるね。ゾンビはいなさそうだね。まず、いつも通り乾燥機を調べる。乾燥機の奥に何か入ってる。ご声援。使いませんね、ご声援は絶対に使いません。なんだろう。血の風呂と水の風呂があるんですけど、これなんか、やばいの、いたりしないかな。うわっと！うわ、びっくりした。いってー、てめえ。てめえ、やったわ、こいつ。こいつは絶対やります。待って。競争薬は使わせてくれ。こっから来たところ、ぶん、よいしょ。また毒かかったよ。2回連続で毒かかったよ。競争薬。競争薬もう5個しかねえで。こいつ、マジでびっくり。ん？職員証。あー、はいはいはい。これで開けられるね。多分ここだよね、はしご使うとしたら。穴にはしごかけて、で、これで降りられるわけだね。ほい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 。お、なんだここ、見たことのない部屋に来たぞ。ショットガン。こっからショットガン使うよみたいな合図の弾じゃねえの、これ。嫌な予感。当たってないといいな。あ、806号室の鍵。よし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 、いいぞ。でも進んではいる、進んではいる、確実に。よし。ここどこだ？あ、ここ CT 室みたいなところか。あー、なるほど。なんかさ、職員証みたいなのあったよな。あ、複雑なバーコード刻まれてるって。ちょっと待って、この。あ、なるほど、なるほど。わかったわかったわかった。これで戻ればさ、バーコードも分かったりすんのかな？とりあえずこの職員証の番コードはここでしょう、多分。解除コード。ここじゃないの？ちょっと待って、これ、使えない？職員証。なんでだよ。あ、ここだ！
やべ、ゾンビいる。基本です、人間の。よし、倒した。よし、倒した。よしよしよし。これはコービルスさん、いいね、いいね、いいね。ベルスさん、いいね。そんなもんかな、あるの。ここの血みどれの何か。お、タンスにはダイヤルロックがかかってる。パスワード。え？パスワード？わかんないって、パスワード。え、なんかさ、ヒントになる数字みたいの見つけた？めっちゃあったわ、ここに。DACB だって。DACB？ なんだろ、それ。DACB って何ですか？あ、わかった。ちょっと試していい？ DACB。この、ABCD で4。で、A だから1。ABC の3。AB の2。ABCDEFG の順番で多分やってるみたいな。違うかな？違った。ん？職人証使った。お！なんか、よくわからんけど、違うステージ来たぞ。よし、倒したよ。よしよしよし。ここもなんかあるだろ、絶対。はい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 。待てよ。なんか上に鍵みたいなんな。コービレスだ。よしよしよし。これなんかずらす、あ、あるじゃない、なんか。あ、これじゃないわ。こっちか。はい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 。これもいじくり回して、取るって感じ？はしごに登り、機器の上、手を伸ばす！よしよしよし、ステーションの鍵手に入れた。8F ナースステーションの鍵を手に入れたので、ここも冒険して回りたい、回りたいと思ったらもう、いるもんね。ショットガンです。ぶちかまします。来い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 ！てめえはここだ！おい！おい！倒した！確実に倒した。よし、見てこう。急いで急いで。特にな、あ、鍵があるじゃない。805号室。さて、黒塚美月はここにいるはずだけど、おきし！できればまだ生きていてほしいわね。できれば、だけど、これ死んでるフラグじゃない？死んでそうな気がするんだが。確かここだっけ？あ、ここじゃねえよ。こっちか。ここにいるんだよね。中イベントを進めると回収していないアイテム、改造パーツ A などがある場合、回収できなくなります。待て待て、改造パーツ A なんてあったか？みんなどこだ、改造パーツ A。なんか俺すごいものを発見してひらめいてしまったのかもしれないんだが、なんかさ、DACB って鏡に書かれてさ、変な部屋にさ、パスワードを入力してくださいみたいな箱あったじゃん。ひょっとしてこれなんじゃないか？ C の5。今俺何階にいるかわかんないんだけど、これが各階に存在してて、それを読み解けばみたいな、じゃないか？ってことは C の5でしょ？ちょっと他の階見てこよう。あ、待って、B の3。C の5、B の3。あ、D の7。C の5の B の3の D の7。確か、まず C の5。C の5の D の、D の7。あ、B の3の C、B の3の D の7だから、これを多分しらみつぶしにやっていけば。おーっと、あった！解除コード手に入れた。解除コードって何？ちょっと待って、調べさせて。何かの解除コードのようだ。これまた別のとこで使うのかな？大きな。あ、待って、ここ解除コード使えんじゃん。来た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 ！改造パーツ A！ 拾いましたよ。やった！改造、これどうすんの？使えんのかな？重火器を改造するパーツ。なんでだよ。でも拾えたよね。よし。え？なにこれ？待ってみんな。すごいことに気づいた。ここの橋の上、乗れます。はい、ということで、改造パーツ M 拾ったことなので、水木ちゃんのところ行ってみたいと思います。イベント進めますか？はい。805号室の鍵。